映画ドライブ・マイ・カーがアカデミー賞の4部門で最終ノミネートされたことを受けてアメリカでも驚きの声が上がっています。本場ハリウッドでも評価は高く、上映する劇場が日に日に増えてきています。 I know, that's why I came to see it. I was like, oh my gosh, you hardly ever see like a Japanese movie get this much attention. 彼は、ちょっとこう新しいタイプの監督、 3.11 というもの以後の世界を彼は、反映してるんじゃないかと思いますね。浜口竜介監督のドライブ・マイ・カーは村上春樹さんの原作をもとに、西島秀俊さん演じる演出家が妻との死別に向き合う姿を描いた作品です。映画専門誌ハリウッド・リポーターは日本作品として記録的なノミネートとなったと報じて、日本で初めて作品賞にノミネートされたことなどを絶賛しています。受賞式は来月27日にハリウッドで開催される予定です。